はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、まんじゅうゴッドさんがね、やっとね新パックで登場してくれたんで、まあ儀式デッキ全般強化されてるんですけど、今日はですね、そうですよね、サイバーエンジェルですよね。やっぱりね、あの儀式デッキいろいろあると思うんですけど、僕多分一番好きな儀式テーマなんですかって聞かれたら、カオスマックスだわ。いや機械停止じゃないんかい。はい、すいません、カオスマックスです。あの次に好きなのはサイバーエンジェルかもしれない。で、マンチロットがめちゃくちゃ強くてね、こいつ儀式モンスターが儀式魔法を持ってこれるんで、イダテン弁天が相当決まりやすくなりました。まあ、プチエンジェルが3枚詰めればさ、あの プチエンジェル3枚の方がいいと思うんだけど、機械天使デッキだったら。だけどプチエンジェルなんか流しんだけど2枚しかないんだよ、リンクス。なんかこれも意味わかんないよね。なんかこれ別に3枚だろうと4枚だろうと5枚だろうと変わんねえんだ、そんなに環境的に。だからこんなもん早く実装しろって思ってんだけど、まあこいつは一応2枚しかないから、一応マンチゴットを2枚積んで、まあ、ちょっと初動札にアクセスするカードを増やせたので、まあ、若干強くなりましたね。で、マンチゴットとプチエンジェルがあるんで、だいぶその安定感が増したんで、サイバーエンジェルデッキの。だから儀式の使い手2っていうね、このスキルで良くなりました。儀式の使い手2で儀式の檻張れるんで、まあ、結構相手のモンスター効果には強くなったかなっていう。で、このデッキの弱点はもう本当にバックに弱いんですよ。その魔法トラップカードの対処がめちゃくちゃ難しくて、なんで、まあ、一応サイクロン入ってるんですけど、まあ、サイクロンも気休めみたいなのがあります。はい、なんかサイバーエンジェルでなんか魔法トラップを対処できるの一応いるっちゃいるんだけど、そのこれがイザナが、ただ別に無効にはしないんだよね、これ魔法トラップカードを。なんか対象とサイバーエンジェル儀式モンスターを対象とする相手の効果が発動したら、自分の墓地の儀式魔法、儀式モンスターかをデッキに戻しながら相手のカードを破壊するっていうだけなんですよ。別に無効にしなくて、なんか解決になってないからだからもういらねえやと思って、もうだけに連打してなんかぶん殴る構築に私はしました。はい、なんだかんだやっぱイダテン弁天は楽しい。やっていきましょう。ドゥスタンバイ、あと胸でかい。さあお相手の方、超ド級ホーニーおっぱい VS 超ド級ホーニーおっぱいデュエル3倍爆乳対決で草デリックレー。なるほど、どこのアダルトビデオかなっていうぐらい、なんかあれですね、この今のデュエルフィールドでは、デュエルに余計な、デュエルに余計なほどの父のデカさがこれあれですね、露呈してますね。ちょ1000ダメージいった、ちょいった、やめろよお前、ふざけんな。あ、なるほど、覚悟がいい。ドロー、イダテン弁天するしかないですけど、バック除去できないんですけど大丈夫ですかね。万の手を持つ男を召喚、万の手を持つ男の効果を発動。チェンガール、うるさいな、なんだあれ、サイコンじゃねえな、きついな。サイバーエンジェルイダテンを手札に加えていく。そして手札よりマジックカード、機械天使の儀式を発動。機械天使の儀式の効果により、私は儀式モンスターサイバーエンジェル弁天をリリースしながら、サイバーエンジェルイダテンを特殊召喚。これが世に言ういわゆる最強モンスター、最強ムーブ、イダテン弁天。このイダテン弁天っていうムーブがかつて最強だった頃がありました、ウェルリンクスでは。これを無限に繰り返した、イダテン弁天をひたすら繰り返したやつが勝つっていうゲームでした昔は。はい、もうなんか4年くらい前ですけどね、4年前のデッキをこうして僕は再び操っていることを嬉しく思います。機械天使の儀式でいいか。そして機械天使の儀式を発動。機械天使の儀式の効果によりフィールド上に存在するイダテンをリリースし、さらにフィールドに存在するサイバープチェンジェとかいうモンスターもリリースし、現れろサイバーエンジェル、ダッキーに。さあダッキーにの効果発動、相手のモンスターを同化することによって、相手のモンスターを同化タピオカ店を同化することによって、相手フィールド上のモンスター一体を墓地へ送らせるという最強効果。俺ら墓地送れ、おらーって言ってボケがーって言って、相手は墓地を送らなければならない。バトルダメージだ、いけ、万の手を持つ男によるダイレクトアタック、マンジュパンチ、いけサイバーエンジェル、ダッキリで、うわー。
あ、はい。月の書マジできついです。月の書マジきついんだよね。いや本当にきつくて、月の書なんかサイバーエンジェルメインギミックでは月の書を無効にするカードないから、なんか相手の魔法トラップカードをなんか制圧するみたいなカードないんだけど、なんかでも魔法トラップカードしかな、そうだから、なんかいけそうじゃね、反転しようかし。わ、いや、脇エロ、脇エッド見た今の、脇エッドで、マンジゴットを召喚、マンジゴットの効果を発動、マンジゴットの効果で、これ何持ってるんだ、これ石魔法か、石モンスターか、石魔法か、わかんねえな、これリダテンベンテンできるようにした方がいい、これ次のターン、わかんねえな、これこれいいか、これエクシスした方がいい、相手なんか何もせずこれ殴った方がいいんじゃね、バトルフェイズ上、普通にバトルフェイズ入ります、ほい、ダイレ、おお通った、謎にやった、ほらやっぱ縮んでるってこいつ、いや絶対縮んでるわ、いやコナミさ、アンナさんの脅威縮ませんのマジでやめてくんない、ブチ切れるぞ。さあお相手の方、完膚なきマダに叩き潰しされてしまいそうな気がしますが、サイクロン強いわ、でもこれサイクロン強い、これあの儀式魔法か、イダテンが来ればいいから、相当確率高いですよ、16分の、儀式魔法確か1、2、3、4、5、6枚入ってるんで、16分の6でと、イダテンだったらいいから、16分の、16分の、あ、ダゲでもいいか、あ、ダゲじゃないだ、イダテンでもいいから16分の、8、何前 50% で強いです、 50% で勝ち、 50% で勝ちって最強じゃね、ネクセしていいよ、ネクセまで許すよ、あ、いいよ許すよ、許します、許します、ドロー、オッケー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 ね、サイクロンの効果を発動するぜ、サイクロンの効果によって相手フィールド上の魔法トラップカードを1枚選択し、そのカードを破壊する、サンダーブレイク、いいだろ、はあ、体育なかなか強そうじゃな、あ、文字もあるんですよね、文字もあるんですよね、で相手の伏せカードをしっかりとバチコで割って、束ねられし力とかやばすぎるカード入ってる、マンジゴットを召喚し、マンジゴットの効果を発動、さあ懺悔の用意はできていますか、ガイバセトさん、懺悔の用意はできているんでしょうね、機械天使の絶対儀式発動、弁天をリリースし、イダテンを特殊召喚する、それがそうイダテン弁天、これがイダテン弁天ってやつだよ、最強名物、イダテンは儀式召喚に成功した場合の儀式魔法を持ってくるという効果、さらに弁天の効果により儀式モンスターを持ってくるとかいう最強効果、ちなみにイダテン、あの弁天をリリースしたらマスターズイルでは、切断されると言われています、あでもこれあれか、やばいな、これだけで持ってきても これ出しても勝てないな、これどうしよう、これイダテン、これイダテンと弁天イダテン並べる、これこうしようで、ちょかったわ、これ絶対も持ってきておいて、はい、で絶対でこれだけで出そうと思ってもこれねちょっとレベルが合わないっていうね問題が発生するんですよ、はい、なんでこれはもうイダテン、あとベン、イダテンを戻して、ベンテンを戻して、ベンテンですね、ベンテンを戻して、ベンテン一応ランクロックします、一応ランクロックしよう、まあ、バウンサーの方が強いかな、バウンサーの方が強いわ、俺は2体のモンスターでオーバーアレイ、エクシーズ召喚、なんだオーバーアレイ、知らない召喚方法だバトルでこれ機械電子デッキかあれこれ何デッキだったっけ、俺機械天使デッキ使ったはずなんだけどな、さあイダテン弁天は決まってる、初手イダテン弁天確定していく、ああいいだろう、 AOJ DD チェッカー、なるほど、あれ AOJ DD チェッカー、あれこれこれやばくね、ちょっと待って、あっ光属性特殊召喚できない、
あれあれちょっとあれもしかしてツンデレあれこれもしかしてですけど、これもしかしてですけど積んでます、やばいですかこれパンコやばくないですか、これ1700と2800分の6死ぬのでセーガンのついでに機械停止でメタられんの、ちょおかしくない、ちょ伊達弁天させろよ、胸でかっ